マジでやばい。うわ、5万回言ったかな、これ。これいいやろ。工場っぽい。めちゃめちゃ工場やろ。サイバーおじさん。サイバーおじさんできた。特撮のヒーローのような並びを。確かに。どうもこんにちは、シンプルでカジュアルトムです。そして今日のメンバーはこの3人です。どうもアキです。どうもおなぎです。どうもチャプチャ牛丼です。おっしゃ、お願いします。いいね。もうこれになるのかな。それでいこう。前回工業全然できんかったけん。確かに確かに。今回は工業を中心にやっていきたいと思います。工業化するメリットとして、この魔法を使うには魔法のクリスタルが必要なんよ。はい、はいはいはい。これ結構消費ペースが激しくてさ、真ん中に杖を置いて右下のチェックボタンを押すと回復する、はい、ただ左下のマジッククリスタルを、あ、結構減らすんだ。そう、7消費するね。なるほど。やけん、そのマジッククリスタルが必要なんよ。でこれ入手方法が、地下にあるクリスタルの結晶を手に入れるっていうのがあるんやけど、はい、でもダイヤモンドと同じぐらいの入手頻度やけん結構大変。だから工業化することで全自動掘削機とかを作って、これそんなのは、ね、そうで魔法のエネルギーを工業で貯めたいなということですね。うわ、両立しとるやん。両立しとるやろ。これ2時間前ぐらいにこじつけたんよ。どう？あ、先にこれ説明するか。撮影終わってからトードとマタンゴっていう恐ろしく強い敵がね、何回も全滅させてくるけん、堀を作りました。マタンゴだけはマジでやる。このマタンゴってやつと下のカエルのトードが強すぎるけん、家の周りにちょっとトラップドア付き落とし穴があって、こう魔法で虐殺できるようにしました。ちょっと危ない。痛いよ。吹っ飛ぶね。え、いたい、ちょ、マタンゴマタンゴ。ちょ、もうなんなんこいつ、余談が許せんのやけど、このモッド。マタンゴさ、森から出すぎじゃない？マタンゴやばいよ。マタンゴが一番やばいって。いや、マタンゴ見てるマタンゴめっちゃ来てる。あ、確かにめっちゃ来てる。マタンゴ来た、あぁ。あぁ、しくった。よし、じゃあ工業やっていこう。なんか工場作りたいね、工場みたいなの。確かに、ね、はいはい。ここの上の山の上とかでいいんじゃない？開けてるし。あ、山の上行くか。なんか来た、なんか来てる、なんか来てるよ。ジラハンだ。みんな魔法準備。あ、もう魔法切れてる。魔法切れ。俺は工業で戦う。そう、工業じゃないよ。ちょっと待って。先に一つ言いたいことが、はい、っていうかさ、工業モッドで必要な材料として鉱石の他にゴムがあるの、はい、あー、なんか鉱石あったね。木に生えてる、木に、そう、木に樹液として出てくるらしいやつ、ゴムの木。あ、なるほどね。多分これゴムの木な気がするよね、はい、え、どれ、この焦げ茶色の木、これ葉っぱの苗木や松って書いてあるけど、じゃあ松やないかい。で、ゴムの木になんか樹液が出て、はい、樹液を回収するとそのゴムが取れる。その樹液を回収するアイテムも必要で、これ木製、これみんなの分作るか、木製水仙っていうアイテムを作るんですよ。へえ。これをゴムの木の樹液に右クリックすると取れる。なんか樹液がタラタラって垂れてるってこと。そう、デロデロに垂れとる。え、デロデロの木を探さないといけないってこと。そう、デロデロの木を探さないか。だってどのバイオームでも、うん、あ、あれか、ある、おっと、俺んとこ来て、どこの、これのまっすぐ見たところの黒い木。あ、あれデロデロやん、多分。あ、デロデロ出とるよ。行こう行こう、デロデロ、ちょっと行こう、デロデロ回収しよう。この距離感でデロデロ見つけたん、すごいね、アキさん。デロデロ観察眼すごい。やこの観察眼いらねえ。これやー、さすがデロデロマスター。デロデロだ、ほんとだ。これ、アキさんデロデロ大好き。右クリック知ってみて、うん、おー、来たら俺が取っちゃった。粘性樹脂っていうのが取れて、待って、花も生えてるよ。花はいいって。この木持って帰っていい？あれ、あ、そうね、苗木持って帰って植えよう植えよう。よし、じゃあゴムを植えながら整地いきますか、はい、よっしゃ、頑張りましょう。じゃあ
ソーラーパネルとかあるらしいよ。ソーラーの電力、そう電力とかの概念もあるよ。すごいな。そう九州電力ね、立ち上げよう僕たちで。いや九州だった。確かに九州マタンゴ多いもんね。マタンゴおらんわ。マタンゴ生息してねえわ。マジで九州なめんなマジで。おお、いいね、完成。素晴らしい。初めての工場の作成。素晴らしい。うまくいったかな、これ。これいいやろ。工場っぽい。めちゃめちゃ工場やろ。おお、すげえ。工場だ。工場や、これは。お、入り口も作ってくれた。いいね。めっちゃいい。まあ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 、完成でしょう。これでいいでしょう。いや、素晴らしい。材料を整えていきます。まず、ゴムを焼きます。いくぜ、ゴム焼けたけん、はい、このゴムを上3下3で真ん中3つなる。あれ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 れあれれ おかしいぞ、おかしいぞ。えもうなんかあれれ、いや、ブロコなんやん。本当のあれれやん。何かをやろうとして失敗しとる子なんダメやな。ハンマー作ってハンマーで金属プレートを作っていきます。ハンマー、おーできた。確か鉄鋼ハンマーいいね、はい、鉄鋼ハンマー作ります。そして鉄インゴットと一緒にクラフトして鉄のプレートに、プレートにする。お、鉄板できた。おお、なるほど。これは何個でも使えるんや。何個でも作れる。ハンマーの残量がハンマーがあれば、へえ。じゃあこれ3つ作るのね、とりあえず。 OK、作ります。鉄板と鉄インゴットで、おペンチできた。ボルトクリッパーだって。鉛をトンカチで叩く。はいはいはい、鉛を叩いたよ。そして鉛をボルクリで、いけた。鈴、おできた。鈴の導線、うん、お、ラ、裸の鈴電線できた。みんなちょっと同じ手順踏んでいこうぜ。じゃあゴムを焼いて、それをと鈴ケーブルとクラフトします。鈴ケーブルとクラフト、おできた。これよ。あ、被覆鈴電線。そうね、ついにやっとや、やっとこれが作りたかったんよ。あれあれ、古いモッドのレシピを見よったんかな、さっきまで。あ、次、発電機の中間素材を作ります。で、はい、鈴インゴットをハンマーで叩いて鈴のプレートにして、それをさらに叩く。ハンマーで叩いてさらに、あ、叩くと鈴製金枠。製金じゃない。ほんで次、ケーブルとレッドストーン2個とさっき作った枠、上に電線、はいはい、おー、充電池、おー、すげえ。充電池いいね。うわー、できた。充電池ができた。で、今度鉄インゴットをハンマーでやって鉄プレート8個作る。 OK、 じゃあこれで8個でチェストみたいに周りにぐるっと並べて。なるほど、はいはいはい、そから基本筐体、お、筐体、基本筐体ができます。で、あとかまどを作ります、うん、1個かまどを下に置いて、かまどを下に置く、筐体を真ん中、筐体真ん中、充電池を上、充電池、おお、火力発電機、おお、来た、文明だ、文明が取れるよ、ね、火力発電所になってきた、この辺があれ工場だったんだけど。ネクストレッスン、粉砕機。粉砕機外国人教室みたい粉砕機何ができるかっていうと、電気を消費して鉱石を増やせるんやって。増やす、増やすって、へえ、割って増やすみたいな。そうかもね、ちょっと夢があるよ。まず銅インゴットをハンマーで叩いてプレートにします。銅インゴット、はい、でプレートにしました。
しました。そしたらそれをボルトクリッパーで出たを電線にしてください。電線を6個作る。あ、でゴムが足りん。ああここでいいや、一旦これ一人だけやってやるか。オッケー、うん、じゃあ僕が作ってくね、代表して。でもなんかこうさ、一人で作るの寂しいけん、おおだけ言って。おお、いやまだいい、まだいい、任せて。できたらできたら、まず被覆導電線を作ります。おおおお鉄プレートレッドストーン2個で被覆電線を上と下で挟んだら、お、電子回路ができます。おお、火打ち石を上に3つで、筐体を真ん中、丸石を2つ、電子回路を下で破砕機。おお、破砕機、破砕機置いてみようか。破砕機がこちら。痛いみたい、ひげ生えたおじさんみたい、なんか確かにサイバーおじさんサイバーおじさんできた試しに鉱石入れてみようよ。でもね、あ、そうか、つなげてみるか。じゃあつないでみたよ。 OK、 じゃあなんか火力発電しよう、これ。はいはい、何入れれば。多分石炭とか端っこに入れればいい。おー、つながった。あ、燃えてる。お、すげー、ウキウキしだした。多分鉱石を入れたら、はいはい、あ、そういうことか、なるほどなるほど。自体を入れると、え、2個、あ、倍、倍、あ、倍か。火災済み金鉱石、ちょっと違うのができる。これをもう一回焼かないといけないのか。焼けばインゴットになりますって書いてあるから。なるほど、じゃあ2倍できるのか。そうそう、なるほど、ね、めっちゃいいやんけ。火災済みを入れると、おお、インゴット、なってなってる、お得、めっちゃお得。ブロックの状態で、うん、そうやね、取っとかないと焼かん方がいいね、あれ。なるほどね、うん、結構焼いちゃったね。ここに、ここに入れて焼いちゃったね。次、蓄電器を作ります。はい、いきます。これで、あ、蓄電器できた。おお、蓄電器を、あ、で蓄電器をここの間に置くべきなんやって。はい、ちょっとここに置くね。じゃあ、はいはい、火力発電、ゴー。いたいた、おお、え、え、なんで熱いの周り。あ、そういうこと。あ、あ、熱い暗いより、暗いより熱くてあはは、やばい、かわいそう。大丈夫か。温泉大好き。サウナ大好き。電気かまどと金属加工機いきます。おお、リピートアフターミー。電気かまど、電気かまど日本語下手くなる、みんな鉄プレートを鎌倉城に置いて、下にかまど置いたら、お、鉄かまどできた。レッドストーンと鉄かまど、電子回路を乗っけて、あ、電気炉できた。これだ、ついに。これ繋がるぞ。これだ、どうだ、いたいたいた。繋がった、後ろ繋がった。電気かまどは 1.2 倍って書いてたんだけど。あ、そうなん。スピードよりスピードが速い。あ、速い。電気かまどめっちゃ速い。よし、そして電気コイルを下に、コイルを3つ引いて、筐体真ん中、工具箱を2個と、電子回路で金属加工機できました。おついに金属加工機置いてみるよ。なんか HDMI させるとこが3つぐらいあるんやけど。確かにHDMI させる。ハンマーでの加工を電力で行ってくれます。鉄インゴットをここに置くと、おお、え、あ、え、線になってる、ね、あ、あれ、鉄板は、鉄板は、あれ、あ、変えれるんじゃない、これで。あ、あ、すげえ、すげえ。ハンマーだと文明よ、文明。電子回路と筐体を真ん中に置いて、はい、何を置いて、木が植えた瞬間、あ、できたわ、抽出器。おー、ついに抽出器できた。もうゴムの生産に、ね、このゴム不足で悩む、確定になるよ我々の。で、繋げた、オッケー。ここにゴムの、今までこう樹液じゃないと取れなかったゴムの、ここここ木材を入れることで、おー、ゴム勝利。これいきなり天然ゴムになるんだ。そうだよね。あと圧縮機まで作るか、今日。はい、そうだ、ね、圧縮機、圧縮って何を圧縮するんですか、ね、圧縮機
きい。なんかね、でもこれ人工ダイヤモンドとか作れるみたいよ。何嘘、3つ横に並べて真ん中に筐体電子回路置くと圧縮機完成。おお、すごい。お早い。早いね、もう慣れてきたよ。よいしょ。ダイヤモンドを作るためには、はい、石炭を1スタック粉砕して、なるほど、はい、でその石炭で火打ち石を覆ってクラフト、はあ、でそれを圧縮すると、圧縮石炭玉ができて、圧縮石炭玉、はい、で圧縮石炭玉と、はい、黒曜石、真ん中に黒曜石で圧縮石炭玉を囲むことで、はい、石炭塊ができて、石炭塊、塊はい、ね、石炭塊がを圧縮機にかければダイヤモンドが完成する。うわもう掘れよ掘ろうぜそれは。でもそれがね、完璧に自動化して、うん、同時にいくつも動かせば、なるほ ど、すごいね、工業化してきたね。すごい、見て今日のこのよ5個、ね、特撮のヒーローのような並びを確かにでもね、俺だけね、林業モッドだったよありがとう。次から講義やってこうな。これ魔法にはまだ何も役に立ってないね確かに結構頑張ったけど、まだリンクするまでには至らなかったね。 OK、 じゃあ今回はここまでにしましょう。また次回は講義を進めつつ、なんか魔法の建物も探しに行けたらなという感じで、はい、行きましょう、はい、では、はい、また来週、バイ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 、はい